どうも、シェンです。こんにちは。今回はニットーというめちゃくちゃ大手のメーカーさんの取材なんですけども、この動画を通じてメーカーの業界研究ができたらなと思ってます。今回は実際の、2年目社員の方お二人に来ていただいて、いろいろお聞きできたらなと思ってます。簡単に自己紹介お願いします。エレクトロニクス材料事業部営業部半導体グループの高山佳子と申します。回路材事業部開発部今泉拓人と申します。メーカーという業界をどうして選んだかっていうことを高井さんからお伺いしてもよろしいですか。私は今まで結構広く浅くいろいろ物事をやってきたので、社会人からはなんか一つのことを専門的に知ってる人ってすごいかっこいいなっていう憧れがあったので、ちょっとニッチな、メーカーだったりとかそういう B2B の何か一つ専門性を持って知識を得られるような企業がいいなっていうふうに思ってたので、まさにそのニッチなニットが自分にぴったりなんじゃないかなっていうふうに思って配信しました。エントリーシートを出したのは2社だけなんですよ。本選考に進むって言った中では、ニットがダントツで就活のスピード感っていったところで早かったっていうのがありまして、私の場合も就職というよりは研究の方がメインになっていましたので、そのスピード感っていったところには魅力を感じました。実際入ってみて、あっって言うと驚くぐらいバリバリ働いてる人が多いっていう印象ですね。でもそれはなんかやらされっていうよりは自分から動いて働くっていう感じってことですか。そうですね。去年1年間働いてみて、同期の中でもできるなって人っていうのはやっぱり自分からこう仕事を求めていく、最初は当然わからないことだらけなんですけども、その中でもこう一つずつちゃんと理解していって、でその中でこう、あ、やりたいっていうものが出てきて、でそこからやっていくっていったところがやっぱ同期の中でもできるなっていうと、でそれをこう支えてあげる周りの環境っていうのが整ってるなっていうところが、いいところなのかなというふうに思いますね。僕のイメージだったら結構大きい会社であればあるけど、決められたことを淡々とやるみたいな形でバリバリ働くみたいなイメージあんまなかったんですけど、志高く前向き働きたいっていう人にとっては合うっていうことですかね。そうですね。チャレンジで言うと、それこそベンチャー企業とか、なんか裁量金が渡されるとかよく言われるじゃないですか、就活とかでも。そういう点ではニットーさんどうですか。ニットーイノベーションチャレンジっていう活動をしておりまして、その活動はお客に対してどういう負があるのか、でそれに対してどれぐらい需要があるのか、それが開発部門として成り立つのかっていうのを一からこう作っていって、それをこう発表するっていうのがあるんですね。でそれを社長や役員などの前に発表していって、でそこから新たな事業が生まれていくっていう、大手なのにもかかわらずベンチャー気質のある会社だなっていうふうには思います。じゃあ逆にここが大変だなとか知っておいた方がいいなみたいなポイントってありますか、入社する前にとか。営業とかだとそれはもちろんなんですけど、それが人によって良しとするかっていうのはあると思うんですけど、日本では海外で働けるチャンスはたくさんありますし、いろんな拠点で働けるっていうのは、人によってはメリットであり、人によってはデメリットでもある、それは希望を出したら一定はなんか飲んでくれたりするんですか。海外に行きたいんですっていう手を挙げた場合は結構積極的に見てくれるのかなっていうのは思います。ここは他の会社と違うなみたいなポイントとかってありますか。手を挙げた人には上司もすごく背中を押してくれるというところはすごくいいところなのかなというふうには思っていまして、私たちの開発部門で言えば安全っていったところは第一に守りつつも、やれるんじゃないっていったところはじゃあやってみようっていう背中を押してくれる環境はありますね。それはなんか意外ですね。なんかニットーさんに入社されて一番チャレンジしたなっていう経験はありますか。現在取り組んでいる環境テーマっていったところで、物を作るにあたって当然それを使わないといけないっていったものがあるんですけども、それをなくすっていったところの新規プロジェクトっていうのは今現在進行中でして、今実際にやってみたいって手を挙げてやってみた結果、あ、うまくいきそうじゃないっていったところまで来ていまして、そこから事業化するかはまた別なんですけども、今一番チャレンジングな仕事してるなっていったところのやりがいはすごく感じてます。今回はニットーの2年目社員さんにいろいろお聞きしたんですけども、豊富なリソースを使ってチャレンジできるっていうところと、安心が担保されてっていう2つのが両立されてることがすごいいいなと思いました。で下の概要欄にニットーさんの採用ホームページであったりとか物々の情報が載っているので、ぜひチェックしてみてください。ぜひ後半の動画を見ていただけたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。